さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は AJCC の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着馬のデータになりますが、勝った馬を含めて前走馬券にも絡めて産ない馬も結構多いのが印象的です。実際に1着馬を調べてみましたけれども、前走10オープンを勝ってここを連勝という馬もいましたが、重賞を勝ってここで重賞連勝といった馬は20世紀中は多く存在しますが、21世紀に入ってからは2005年のクラフトワークたったの1頭だけでした。今年の出走馬で前走重賞勝ちの馬はご存知の方も多いように菊花賞馬のフィエールマン1頭だけです。ここはステップレースに過ぎませんから万全の出来とは言えませんので、取りこぼしの可能性も否定はできません。ですけれども、今週の京成杯で前走新馬戦の馬が初の優勝、なおかつノベリスト3区初の重賞制覇をやってのけた鞍上のルメール騎手、デムーロ騎手を含めてこの人たちにはことごとくうちのデータを破られてきていますから、今回もそうなってしまう気もしています。次にはっきりデータが見て取れたのは客室別の成績についてです。こちらが客室別の成績になっていますが、追い込み馬が全滅ということで後ろから行く馬に全く出番がありません。10年前にはなりますが、有馬記念で4着に入り人気を集めたドリームジャーニーも後方待機策でそのまま伸びきれず、4年前も比較的人気を集めたフェイムゲームも直線で伸びきれませんでした。最近で言うとセントライト記念であれだけの切れ味を見せたミッキースワローも去年はじりじりとした伸び足でダンビライトには決定的に離されてしまい、先行したマイネルミナロンを捉えるのがやっとという状況でした。ということで、どうしてこう切れ味が殺されるのかなと疑問が深まっていましたけれども、調べに調べてようやく結論が見つかりました。10年前のドリームジャーニーのコメントからヒントを見つけたのですが、この原因はどうも馬場にあるようです。去年の12月からずっと使ってきた馬場ですから、もうかなり痛みが激しく、内側に伸びが保証されている場所がほとんど存在しないのかと思われます。それを実証するデータがこちら、過去5年の中山競馬芝コースの1回開催最終日のレースデータですが、4コーナー10番手以降につけた馬で勝てた馬はここ5年で1頭もいません。5年間で延べ56頭も走って1頭も勝っていませんから、このデータの再現性はかなり高いと見ました。平場の競争にもこのデータは活かせると思いますので、とにかく馬場のいいところは先行勢に抑えられてしまいますので、差し勢の切れ味を奪う馬場ということを頭の中に入れておくかといいと思います。そして先週の日経新春杯の展望動画でお伝えしましたが、その続きのお話です。日経新春杯において関東馬の存在感がちっとも見られないというお話をしましたが、一方ここでは関東馬の存在がひしひしと伝わってくるデータが見て取れます。こちらが過去10年の関西馬と関東馬の成績ですが、もちろん出走頭数が多いですけれども関東馬の活躍がよく見て取れます。さらに面白いデータがこちらです。7番人気以下で馬券に絡んだ馬なんですけれども、去年のマイネルミラノや3年前の湘南バッハを含めて関東馬がかなり多くを占めています。6番人気以上でしたら関西馬もちらほら出てきますけれども、穴馬でしたら関東馬に期待をかけても良さそうです。そもそも今年は登録頭数自体が少ないので穴馬の出番がどうかあるか分かりませんけれども、桜アンプルールですとか未来への翼あたりでしょうか、勝つには厳しいかもしれませんけれども、ひも候補にはいいのかもしれません。続いては気になる馬をピックアップ。
以上、気になる馬のコーナーでした。続いては同じ日曜日に中京競馬の開幕週で行われる重賞東海ステークスの展望をしていきたいと思います。今回は7年前から10年前はダート 1800m の重賞は京都の平安ステークスしかありませんでしたので、それと合わせたデータを表示いたします。こちらが平安ステークスと合わせた過去10年のデータですが、中京競馬場に舞台を移してからは人気薄が馬券に絡んで荒れているにもかかわらず、ちゃっかり一番人気はちゃんと馬券に絡んでいるのはちょっと意外でした。ではどういう馬が馬券に絡んできているのかということを調べてみましたが、大方12月のジャパンカップダート、今のチャンピオンズカップのことですね、それと東京大賞典、そして年末のオープン特別のシワスステークスですとかベテルギウスステークス、この4つの競争から全体のおよそ3分の2に当たる延べ21頭が馬券に絡んできています。去年は JBC が京都開催ということで宮古ステークスの開催自体がありませんでしたので、 JBC 組やチャンピオンズカップ組は抑えておきたいところだったんですが、なんと今年は東京大賞典組がアポロケンタッキーだけ、チャンピオンズカップ組もアンジュデジルなどはいますが、3着以内だった馬は一頭も出走せずということで、ちょっとレースレベル自体が怪しくなりそうなメンツとなってきました。その分オープン特別組にとってはチャンスが出てきそうです。一番登録数の多いシワスステークス組やベテルギウスステークス組に穴馬がいそうな雰囲気がプンプン漂ってきます。一方でその他の馬はというと、準オープンの初夢ステークスの勝ち馬が3頭馬券に絡んできていますけれども、今回は初夢ステークスからの出走馬はなし、代わりに寒月橋ステークスから注目のインティーがここにやってきます。この馬未勝利から準オープンまでノンストップでここに来ましたけれども、過去に小馬のレースで未勝利から重賞まで一気に連勝を決めた馬はいたのでしょうか。過去5年間を調べてみましたが、準オープン勝ちから重賞ウィナーになったのは30頭存在しますけれども、モーリスやサングレーザーは1000万下からの連勝、ダイアナ・ヘイローやアルバートでも500万クラスからの連勝が始まり、なかなか未勝利戦からノンストップで重賞を制したという馬は調べる限りでは存在しません。一方で未勝利から連勝した馬では栄進光がいますけれども、この馬はオープンクラスのアイルランドトロフィーを勝ち上がったものの、重賞初挑戦のチャレンジカップでは9着と敗れてしまいました。ということで、ここ最近のデータを調べる限りでは未勝利から重賞までノンストップという馬はクラシックならもちろんいますけれども、小馬戦線では非常に珍しく、そして非常に高い壁となっていることが分かりました。この壁をもしインティが破ったとするならば、ルヴァンスレーブの離脱は痛いですけれども、なかなか世代交代が難しいダート界にもう一頭強力な馬が誕生するということになりそうです。最後にチャンピオンズカップの時の展望動画でも口酸っぱく言っていましたが、この中京 1800m コースにはラッキーゾーンが存在していまして、差し馬がインをついてくるとスペースがあるならば伸びてくるという現象が顕著に現れています。こちらは同じ舞台で先月行われたチャンピオンズカップの結果ですけれども、最後方からインをついてきたウェスタールンドがスルスルと逃げて2着まで入り込んできました。この現象をチャンピオンズカップの展望動画でお伝えしていましたので、当チャンネル推奨のルヴァンスレーブ、そしてサンライズソアから流してウェスタールンドを抑えて当てたよという声も視聴者さんの中から聞かれましたし、今回はインティやアンジュデジュールの前の争いがかなり白熱することが予想されますので、差し馬が勝てるとは言えませんけれども、より一層後方の馬も気にしておきたいところです。クイーンズサターンや差しに構えた時の中和ウィザードなどが差し馬になりそうですけれども、チャンピオンズカップのサンライズノバで思いっきり外を回して届かなかった戸崎騎手、今度は内をついてみてはどうでしょうと素人ながらも進言したいところです。これらの馬が内枠を引いて控える形となると、このラッキーゾーンのパターンに当てはまる場合もありますので、今の時点では買いたくなるなと思っています。続いては気になる馬をピックアップ。
以上、気になる馬のコーナーでした。さて、今週は AJCC と東海ステークスの予想動画をアップする予定です。また、ブログで実施している指数サイトを使ったマシンガン3連複は、先週も月曜中山9レースで 127.3 倍の万馬券的中と、2週続けての万馬券ゲットでした。来週からもなんとか好調を続けてほしいところです。使用しております馬コラボのサイトのリンク、並びにブログへのリンクは動画説明欄にございますので、そちらの方もどうぞお楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。